皆さんこんにちは。インディペンデントウォーカーが東京都に戻ってまいりました。梅雨明けの夏到来ということで、すでに私汗だくですが、再びインディペンデントウォーカーで東京都内を散策したいと思います。今日私がやってきたのはこちらです。ドン、多摩川上水緑道。皆さん多摩川上水ご存知でしょうか。こちらですね。ガーッと向こう多摩川から江戸に水を引くために全長40キロの上水をかつて引いたんですけども、そこにこの今私がいる福生ですね、拝島駅の平和橋から杉並区まで緑道が整備されている約25キロを歩きたいと思います。ここだ、ここ、はい、私今ここ平和橋というところにいます。そこからですね、ググ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 グといって、この浅間橋、これ杉並区になりますが、はい、ここまで行こうかなと思っております。ただ1日で全長225キロは無理なので、ここ平和橋から今日はこの高野台駅、この高野橋まで約11キロを歩きます。出発。麦茶を買いました。麦茶をね、飲むといよいよ夏って感じがしますね。暑い東京都、今日は32度超え、真夏日ですが、この緑道はずっと木陰で、川のせせらぎも聞こえて、体感としてはすごく涼しいですね。全然気持ちよく歩けそう。そう、江戸時代の初め、多摩川の水を飲料水として江戸に供給する目的で開発された水路でございます。分かってはいましたが、非常に何も起こらない、ただただいい時間が流れるだけの散歩となっております。いや、いいですよ、非常に。僕は非常にいいですよ、楽しんでます。皆さんにはね、ちょっと物足りないかもしれないですが、僕は好きですよ。まさかの多摩川上水公園は多摩川上水沿いにあるんじゃなくて、
本当にただぐるっと一周するだけの公園でしたね。玉川上水沿いに戻らなければ。暑い、暑すぎる。さっきとは打って変わって全く日陰のないエリアに突入してしまったため、もうやばいです。暑さ、マスク、これは真夏日にやる企画じゃなかったな。今松中橋というところを通過したところですが、今日の目的地の高野台駅まであと8キロ、 Google マップで1時間40分。いやー結構あるな。途中にある玉川上水駅まであと4キロちょっと、なんとかそこまで行って、そこで休憩したいな。どっか冷たい冷房を聞いてるところで、いやー過酷、過酷です。何なんだ、今までで一番過酷なことやってるぞ。あー、いやー、まあひたすら歩くしかないですね。歩きます。やってしまった。自分でやるって言って、自分で後悔している。なんてこったですよ、これは。10キロ舐めてたな。この川の下を玉川上水は地下を通ってるんですね。
玉川上水と交差してるんだ、この川が。で、この川の下を玉川上水はくぐってここに出てくるんだ。巨大な鯉がいる。めちゃくちゃでかい。いやしんどい。なんでこんなことしてんだろう俺。疲れた。玉川上水駅まではもうちょっとかな。あと2つぐらい橋を越えれば玉川上水駅まで行けるかなと思います。そして玉川上水駅からもう4キロぐらいで今日の目的地である高野台駅までは行けるんで、なんとか頑張りましょう。いや、この絵の変わらなさに反比例する疲労感と過酷さがすごい。やってしまった自分で。こんな後悔することある？自分で。もう、川沿いにいい感じのカフェが。ちょっと玉川上水まで行こうと思ったけど、ここで一息入れていきますか。ちょっと休もうかな。テラス席もあるんで休憩します。はい、スティッチでコーヒーとケーキをいただきまして、いやだいぶ回復しました。そして一気に日が、夕方という感じでも、なんか本当に夏の夏の夕方ですね。部活終わった帰りのような感覚。まあ、糖分と水分取って復活したんで、あとね1時間で高野台駅に着くと思うんで、頑張って歩きます。行こう。はい、はい、玉川上水駅まで来ました。こっからあと約1時間ですか。1時間切ってますね。こっからだと最後のラストスパート。もう何に対して僕はここまで情熱を傾けてるんだと皆さんも思うかもしれません。私も思っています。頑張って歩きますよ。10キロですか今日の分、高野台まで。これね、今日これ高野台まで歩いて第2弾高野台駅からとね、三鷹駅までかな。そこもね10キロあるんですよ。いやでもやると言ったからにはやらないとダメだな。やりますよ私は、必ず第2弾も。ずっとこうフェンスのある、まあ、整備されたまあ用水路のようなところをずっと歩いてきていましたが、ついにここ川沿いに
降りれるんでしょうか。行ってみますか。下の方に階段が続いて、あ、ここ川まで降りれますね。あ、今回初めて川沿いだ。お、今回初めて川と同じ視線まで降りてきました。とはいえここが歩けるわけではないんだこっちまで歩いていけるわけじゃないんだけど、上のアスファルトの道より体感温度が低いな、かなり。高野台駅歩いて55分か。グリーンロード行きますか。55分、なんとこんなところに足湯があるけど立ち入り禁止。どうやら今入れないみたいですが、いやー、ちょっともう足湯入りたいよ。足パンパンですよ、もう。残念。玉川上水、拝島から歩いてここ小川橋までやってまいりました。今日は高野台駅まで行くんですけども、次回また三鷹駅編、そしてさらに三鷹からこの浅間橋まではまた別の回で歩こうかなと思います。こっから浅間橋からはもう地上に川が出てない、玉川上水が出てないんですよね。でも玉川上水はそのままぐーっと都心の地下を通って四ツ谷まで伸びてるんですね。この辺りは地上から川までの距離がだいぶ深くなってますね。がっつりこう切り開かれたって感じ。川も全然見えなくなってきてしまいましたが、この辺はすごいですね。なんか断崖絶壁、奥の方に川が下に流れてますが、5時かい、5時なのかい。僕の町では5時のチャイムは鳴らない。でもこの町では5時のチャイムが鳴っている。5時です。
今、憩い橋高野台駅まであとちょっと。ああ、もう一頑張りかな。ようやく高野橋まで来て、こちら見えるのが高野台駅。今日は拝島駅から高野台駅まで玉川上水を歩いて11キロ11キロ歩いてここまで来ました。一旦今日はここで帰って、また数日後に高野台駅から今度は玉川上水歩いて三鷹駅まで、今度も10キロですね、歩くコースを行きたいと思います。これはもうね、皆さんに景色をお伝えするとかじゃなくて、もうねシンプルに私のもうチャレンジ企画です。これはもうここまで来たら諦めない、やめない、必ず歩き切ります。というわけで今日はここまで、ずっと同じ家が続きましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回玉川上水編パート2でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。シャワー浴びます。体ベトベト、はあ、ありがとうございました。